2016年12月19日、東京都渋谷区にて、赤し康氏は、日本の外交官、特定非営利活動法人日本紛争予防センター、会長、名城大学アジア研究所名誉所長、群馬県立女子大学外国語教育研究所所長、京都文教学園学術顧問、神戸大学特別顧問、特別教授、国際連合事務次長や、 国際連合事務総長特別代表を歴任。戦国時代のキリシタン武将の赤嶋正則の子孫であると言われている。秋田県北秋田郡船田町出身。小学生の時に秋田市に移住。県立秋田中学校から旧西山形高校を経て東京大学に進学。1954年東京大学教養学部アメリカ学科を卒業後、フルブライト留学生として渡米し。 バージニア大学大学院を修了。コロンビア大学で学ぶ。2016年12月19日。国連加盟60周年記念行事にてタフツ大学。フレッチャースクール博士家庭在学中の1957年に、日本人として初めて国連職員に採用された。もともと、米国留学は研究者を志してのものであり、国連勤務も一時的なものと考えていたというが、 日本人、国連職員の草分けとして、その後40年を国連で過ごすことになる。1974年、日本国の外務省に転じ、国際連合日本政府代表部参事官、講師、大使を歴任した。1979年、国連に復帰し、事務次長に就任。1992年には、国連カンボジア暫定統治、気候事務総長特別代表に就任。 カンボジアは兵に努めた。1994年には当時進行中であった、ユーゴスラビア紛争収拾のため旧ユーゴ問題、担当、事務総長特別代表に就任する。文官として、国際連合保護軍の最高指揮権を付与されていたが、ボスニアにおいて、攻勢を強める、セルビア人勢力への対応について指導力、決断力を発揮し得なかった。これについて、 アメリカ人ジャーナリストのデイビッド・ローでは、元アメリカ国連大使ジーン・カーク・パトリックは2003年6月、ワシントンで行われたシンクタンクのアエ主催の講演会で、ヤスシアカ氏という人物は最下だった。国連の歴史にも特筆される大最下だった。アカ氏のために、ボスニアでの平和維持活動は、歴史上でも最も効率の悪い軍事行動となってしまったのだと批判した。 ただし、カシ自身は自分だけの責任ではないと反論している。国連保護軍は当初オランダ軍中心の700名程度しか動員されておらず、その後の増配要請3万人を大きく下回る7600人しかアンポリで認められなかった。スレブレニツァの虐殺に際して空爆が即時に実行されなかった点については、現場からの NATO への空爆要請が 赤紙まで届くのが遅れていたのであって、自身は10分以内に空爆を承認していたと回想している。空爆が小規模にとどまったのも、空爆開始から1時間後にオランダ国防省から中止要請が入ったためであったという。赤紙によれば、赤紙と共に空爆実行の判断をしていたベルナルド・ジャンビエ国連保護軍総司令官も、空爆承認の是非について同じ認識だったという。 赤氏は自身はスケープコートにされたのだと後に述べている。1999年、広島市立大学附属広島平和研究所所長に就任するも即時退任。4月には自民党、公明党の指示を受けて東京都知事選に出馬したものの石原慎太郎に大差で敗れ当選には至らなかった。2000年には杉原淳霊生誕100年記念事業委員会の 委員長として活躍。杉原千恵の国際社会への紹介と検証に、努めたことでも知られる。2001年には、群馬県立女子大学外国語研究所所長に、就任。また、同研究所が主催する、高校生のグローバル人材育成事業、明石塾の塾長も務めている。2006年より、スリランカ問題担当の日本政府代表として、 スリランカでの同国政府と LTTE との和平、構築、復興に当たっている。また、2007年より、国際協力エノジーイセフの会長に就任している。2011年より、中国と日本の関係改善を目指すフォーラム、東京、北京フォーラムの日本側実行委員長に就任。野添賢事、秋田県の不思議事典38ページ AB 小森、吉久。 国連最高、第一部歴史的な失態ボスニアでの虐殺防げず。産経新聞長官。h t t p n i p p o n z a i d a n i n f o s e i k a b u t s u 2 0 0 3 0 1 2 9 7テンツスラッシュ4 2 9 h t m 2 0 1 0年9月25日閲覧。赤し安す時代の証言者。 赤し康す矛盾に満ちた、紛争の現実。読売新聞長官。私にとっての戦争と平和元国連事務次長。赤し康志さんに聞く。中国国際放送。h t t p j a p a n e s e c r i c n 2 0 5 0 2 0 1 7 1 1 1 4 1 6 1 s 零6 7 0 0 8 h t m ありがとうございます。